有三号は、中華民国の有山森林鉄路で運行される客車、同鉄道で初めて冷房を装備した主力車両である。また、同車両を使用して、有山線を、かよし沼の平間を結ぶ列車の名前も、有三号の名所が使用されている。座席数、25、24客席窓は固定で、側扉は片側1箇所で2枚折りど、 車内は転換クロスシートが2プラス1の配置である。4両、または5両連結で運行されている。空調装置の電源は、ディーゼル機関車から給電されるが、SPC-20 は改造されて、発電装置を積み、給電設備のない機関車での牽引時に、空調装置を作動させるための電源車検用となっている。上山側の車端部には推進運転時に、 前方監視を行うための乗務員室が設けられており、室内には非常ブレーキ弁、無線機、警笛が設置されている。乗務員室側のつま面には、前方監視窓や前照灯、無線アンテナがあり、一見、プッシュプル運転用制御客車にも見えるが、機関車の制御機能はない。有山線のカヨシ、有山間を走っている、全席指定の列車である。 定期運行は2008年5月現在で1往復である。上山が列車番号を下山が列車番号6で、それぞれ13時過ぎに始発駅を発車して、高緑坪駅で交換し、17時前に終着駅に到着する。不定期運行として、上山に列車番号211、下山に列車番号214の1往復が設定されている。 上山の場合は推進運転が行われるのが特徴である。ありがとうございます。